なんであんたが来てんの？低学歴はさっさと帰れ。今日は私の結婚式なんだけどさ、あんたを呼んだ覚えないんだけど。中学校の同級生であるナオミが私に向かって言い放った。でも私はここの。私の言葉を遮り、明美はさらにひどいことを言ってきた。あんたの顔を見てるとバカが映りそうだから、早く目の前から消えてくれる？確かに中卒だけど、そんな言い方しなくてもいいじゃない。いくら私が中卒だからと言って明美にバカにされる覚えはない。言いたい放題言われるのはもうたくさんだ。私の名前は優子、年齢は42歳。両親は幼い頃に離婚していて、母親と二人で暮らしていた。そのため裕福な暮らしをしてきていない。どちらかというと貧しい家庭で育ったという方が正しいかもしれない。不幸せだと思ったことはないのだが、貧しかったので恥ずかしい思いをしたことは多々あった。中学生の頃、お弁当を持っていかなければならなかった。みんな色鮮やかなお弁当を持ってきている中、私のお弁当は白米が8割でおかずが2割、しかも卵焼きとウインナーだけ。せっかく作ってくれた母親には申し訳ないと思いながらも、友人にお弁当を見られることが恥ずかしかった。お弁当を見られないよう、いつも教室の隅でささっと昼食をとる、そんな毎日だった。みんなと同じようなお弁当を用意してくれたらいいのに、そう思った時もあったのだが、毎日クタクタになるまで働く母親を見ていると、そんなことは口が裂けても言えなかった。私のために頑張って働いてくれている母親を見て、なんとか私も助けになりたいと思っていた。掃除をしてくれたの？ありがとう。母親からありがとうと言われるだけで私は嬉しかった。できるだけ家事をしたり、冷蔵庫にあるもので食事の支度をすることで母親が楽になればいいな、そんな思いで家のことをしていると、料理の腕も上達した。いつも家のことをしてくれて助かるよ。でもあなたは自分のことだけを考えればいいんだからね。いつも母親はそう言っていた。忙しいながらも毎日欠かさずお弁当を作ってくれたし、休みの日は一緒に出かけることもよくあった。貧しいながらも私は幸せに暮らしていた。母親に対しては何の不満もなかったのだが、中学校では一つ悩みがあった。それは同級生のナオミが私のことを見下し、ひどい言葉を浴びせてくることだ。あんたの靴下毛玉だらけじゃない。どれだけ貧乏なの？明美は私の身なりについて嫌味を言ってきた。大抵のことは聞き流していたのだが、毎日言われるときついものだ。私のことを貧乏人扱いしてくる明美のことを毛嫌いしていた。明美の家は裕福なので、いつも明美の周りには人が集まっていて、明美は誇らしげだった。今日は帰りにクレープでも食べて帰ろうよ。パパのカードを持っているから、みんな気にせず好きなもの食べていいわよ。明美は勝ち誇った顔で、周りの友人を毎日のように遊びに誘っていた。あんたは道の草でも食べていれば？貧乏人なんだから。私は明美のような生活をしたくないかと言われれば、してみたいのが本音だ。だが明美のように他人を見下すような人間にはなりたくなかった。なるべく明美とは距離を置いていたつもり。それでも明美は私を放っておいてくれなかったのだ。私は明美から離れるためにいつも図書館で勉強をしていた。教室で勉強をしていると明美が寄ってくるからだ。図書室は心が落ち着くので、
学校の中で唯一気が休まる場所だった。あんた、こんなところで勉強なんてしてるの？どうせ頭悪いんだから時間の無駄よ。わざわざ明美は図書室まで来て、私に嫌味を言ってきた。明美は家庭教師が家に来ているらしく、テストの点数はいつもクラスでトップ3に入るほどの実力だ。私はというと、特別テストの点数がいいわけではなかった。必死で勉強をしていたものの、成績はクラスの真ん中くらい。成績のいい明美は、自分より成績の悪い私のことをいつもけなしてきた。今まで我慢していたのだが、私の唯一の私服の時間を邪魔されたことで怒りが抑えられなかった。こんなところまでついてこないでよ！つい明美に言い返してしまったのだが、全く動じていない様子だった。何を言っちゃってんの？私があんたをつけ回してるとでも思っているわけ？自意識過剰にも程があるわよ。バカじゃないの？明美は一緒にいた友人とケラケラ笑いながら出て行った。どうして私がこんなに嫌な思いをしないといけないのだろう。私は真面目に学校に来て勉強をしている。ただそれだけのことなのに。毎日辛い日々の中、一人だけ私のことを気にかけてくれる人がいた。それは同級生のケンジだ。おとなしく地味な男の子なのだが、頭がよく気の優しい男の子だった。明美の標的になっている私のことをいつも心配してくれていた。さっきひどいことを言われていたけど大丈夫？大丈夫だよ。いつものことだから。気にかけてくれてありがとう。そんな会話をよくしたものだ。他の友人は明美のことが怖いのか、明美に嫌われている私に近づこうとしなかった。話しかけた日には明美の標的にされてしまうかもしれない。私から見ると、明美の周りの友人は嫌われないために一緒にいたような気がする。ところが、ケンジは明美の前でも私に話しかけてくるので、私の方がヒヤヒヤした。私に話しかけたら、明美に目をつけられるよ。そんなこと気にしなくて大丈夫だよ。ケンジは優しく微笑んでくれた。だが、明美は私たちのことを見逃さなかった。あんたたち付き合ってるの？地味な者同士、傷を舐め合っていればいいのよ。明美の言葉に、周りの友人も嘲笑うように私たちの方を見てきた。それでもケンジは全く気にしていないようで、何かあれば私に話しかけてきた。今思えば、ケンジの存在があったから、中学校生活を乗り切れたのかもしれない。そんな私も中学校3年生になり、進路を決めないといけない時期に差し掛かっていた。公立の高校に行こうと思っていたのだが、ある出来事がきっかけで、私の人生は予定通りには進まなくなってしまった。母親が毎日夜遅くまで働いていたせいで、体を壊してしまったのだ。仕事に行けなくなってしまい、収入がゼロになってしまった。ごめんね。私がダメなの。なんとかあなたを高校に行けるよう頑張るから。その時、初めて母親の涙を見た。私は母親の体のことが心配になり、進学をせず就職したいと考えるようになっていた。仕事をすれば多少生活の足しになるだろうと考えたからだ。担任の先生は進学をしないことを伝えると心配していたのだが、先生に家の事情を説明し、なんとか分かってもらえた。母親のために私が頑張るんだ。そんな気合に満ち溢れていた私に対して、明美は心ない言葉をかけてきた。あんた高校行かないの？マジでウケるんだけど！今時中卒とかやばくない？明美は就職することを聞きつけたようだ。
私はもう言い返す気力なんてなかった。中学校3年間明美の嫌味に耐えてきて我慢の限界だったのだ。明美はというと私立の女子校に行くことが決まり勝ち誇った様子だ。だがこんな生活ももう終わり、卒業すれば明美に会うこともなくなるだろう。その日を今か今かと待ちわびていた。中学校を卒業するときにケンジとはメールアドレスを交換した。その頃携帯電話を持っていなかったのでパソコンのフリーアドレスでやり取りをすることになった。何かあったらいつでもメールしてきてね。うん、ありがとう。元気でね。ケンジとはそれ以来会っていなかった。だがケンジが就職した時に久しぶりに連絡があり食事をすることになった。そのことがきっかけで頻繁に会うようになり交際に発展。ケンジは仕事が忙しいようで毎日バタバタしていたのだが、なんとか時間を見つけて会ってくれた。2年交際した後、私とケンジは結婚することになった。ケンジは温厚な人なので一度も喧嘩をしたことがなく穏やかに過ごしていた。ケンジと結婚してから15年が経とうとしていた。ある日、私は明美と不意に再会してしまった。なんであんたが来てんの？定学歴はさっさと帰れ。今日は私の結婚式なんだけどさ、あんたを呼んだ覚えないんだけど。その日は明美の結婚式だったのだが、私はもちろん参加者ではなかった。でも私はここの。私の言葉を遮り、明美はさらにひどいことを言ってきた。明美と会うのは中学校を卒業して以来だったのだが、明美は相変わらず私を見下すような態度だったので呆れてしまった。あんたの顔を見てるとバカが映りそうだから、早く目の前から消えてくれる？私は唖然としてしまい言葉が出てこなかった。聞き流そうとも思ったのだが、今はもうあの頃の私ではない。明美のことなんて怖くなかった。確かに中卒だけどそんな言い方しなくてもいいじゃない。まさか私が言い返すなんて思っていなかったようで明美は驚いていた。私に歯向かうとどうなるか分かっているの？少し焦ったようにも見えたのだが、明美は負けじと言い返してきた。もう明美に好き放題言われるのはたくさんだ。私たちのやりとりを見ていた結婚式の参加者はざわついていた。一人席を立ち上がり帰ろうとしていると、また一人、そしてもう一人、徐々に参加者が会場から出ていく様子を見た明美は、どうして帰るの？全部あんたのせいよ。私の幸せがそんなに憎いわけ？私は明美のことを憎いだなんて思ったことはないし、今でも思っていない。ただかわいそうな人だなとは思っているかな。あんた何様なのよ。私のことを見下すわけ？貧乏人で低学歴、何の能力もないくせにどの口が言っているの？中学生の時は確かに明美の言う通り、私には何の取り柄もなかった。だが今は違う。もう明美に真実を言ってやろうと考えた時に、うちの副支配人がどうかしましたか？私と明美の間に割って入ってきたのは総支配人だった。明美の結婚式場である高級ホテルの総支配人は私の夫であるケンジなのだ。つまり私はホテルの副支配人。副支配人？あんた何を言い出すの？こいつは中卒で何の能力もないのよ。このホテルの副支配人なわけないじゃない。明美はケンジに向かって私のことを指差し罵ってきた。うちの嫁はここの副支配人です。
それに僕のことが分かりませんか。中学校で同じクラスだったような気がしますが。ケンジの言葉に明美は困惑しているようだった。じっくり夫の顔を見た後、明美はケンジのことを思い出した様子でハッとした顔をした。え？あの地味な陰キャ？あんたたち結婚したんだ。マジでウケるんだけど。でもこのホテルの総支配人だなんて嘘でしょ？明美は状況が理解できていないみたいだ。実はケンジの両親は高級ホテルを経営していた。数年前、義父が引退することになり、ケンジがホテルを引き継いだ。そして私は副支配人に任命されたのだ。結婚するまでケンジは将来高級ホテルを継ぐことを教えてくれなかった。お金目当てで近づいてくる女性もいたようで、結婚するまでは言わないと決めていたらしい。なので私も結婚してから真実を知り驚いた。他のお客様のご迷惑になりますので、当ホテルから出て行っていただけないでしょうか。ケンジの一言に明美は逆切れ。総支配人だかなんだか知らないけど、私に対して偉そうに言うなんてどうかしてるわよ。私の旦那は御曹司なのよ。このホテルなんてどうでもいいの。お金なんていくらでも持っているから、結婚式はまた別のホテルでやればいいだけのことよ。ではお帰りいただけるということでしょうか。しつこいわね。こんなホテルなんてどうでもいいのよ。今すぐ出て行ってやるわよ。もう明美の顔なんて見たくないの。早く出て行ってくれないかしら。明美に言われっぱなしだったあの頃とはもう違うのよ。いい加減自分の立場を考えたらどうなの。明美の婚約者が怒った様子で近づいてくるのが見えた。おそらく結婚は破談になるだろうと思ったので、つい明美に本音を言ってしまったのだ。お前何やってるんだよ。このホテルは俺の大事なお得意先なんだぞ。俺の顔を潰す気なのか。婚約者は明美に対してホテル内に響き渡るくらいの大声で怒鳴った。え？どういうことなの？このホテルがお得意先？ごめんなさい、そうとは知らなかったの。でもこの女は中卒で低学歴なのよ。間違ったことは言っていないと思うの。明美は必死で婚約者に言い訳をしていたのだが、婚約者は聞く耳を持たなかった。もうお前なんて知らない。結婚の話も保留にさせてもらうからな。俺の前に二度と姿を見せるな。どうしてそんなひどいことを言うの。こんなホテルどうでもいいじゃない。他にもお得意先なんていくらでもあるんでしょ。結婚式は別のホテルを探せばいいんだから。お願いだから結婚保留だなんて言わないで。必死で婚約者にすがりつく明美を見ていると滑稽で笑えてきた。明美の婚約者は明美には見向きもせず会場から出て行ってしまった。せっかく御曹司と結婚が決まったのに、私の人生台無しじゃない。全部あんたたちのせいよ。責任取ってちょうだい。自分の言ったことは記憶にないのだろうか。散々ひどいことを言っておきながら私とケンジを責めてくるなんて筋違いだ。自業自得でしょ。他人を見下すような人間と結婚したい人なんてこの世にはいないわよ。私を責める前に自分自身の性格を改めたらどうなの。今まで溜まっていた感情を全て吐き出した。つい本音を言ってしまったことで明美の怒りはさらに増幅しているようだった。うるさいのよ。あなたに意見を言う権利なんてないんだから。所詮中卒なのは変わらないでしょ。副支配人だからって偉そうに上から目線で説教みたいなこと言わないでくれる。思ったことを言っただけよ。とにかく明美とはもう関わりたくないの。早くこのホテルから出て行って。私は警備員を呼び明美を連れて行ってもらおうと思っていた。警備員は明美の腕をつかみ入り口へと誘導していたのだが、
明美は警備員の手を振り払い暴れ始めた。エントランスにあった花瓶を床に叩きつけたのだ。花瓶は砕け散り、周りは騒然としていた。このままでは大変なことになるかもしれない。そう思った時にケンジは警察に電話をしてくれていた。あんた警察を呼んでいるの？私が犯罪者とでも言いたいわけ？頭どうかしてるんじゃない？頭がどうかしているのは明美の方だ。結婚が破談になったことで正気を失っているのだろう。だが他のお客様に危害を加えられては困るので、それなりの対応をしないといけない。あんたのホテルなんてめちゃくちゃにしてやるわよ。だってあんたは私の人生をめちゃくちゃにしたんだから。警備員が総出で明美を取り押さえ、なんとかおとなしくなったところに明美の両親がやってきた。ケンジは警察に電話していた手を止めた。それに私とケンジに深々と頭を下げ、花瓶のお金は賠償すると言ってきたので、警察を呼ぶのは一旦やめて明美を連れて帰ってくれるよう頼んだ。心よく応じてくれたので、そのまま明美は明美の両親に連れられて出て行った。あの女が悪いのよ。私は本当のことを言っただけなのに、どうして悪者扱いされないといけないの？私が一体あんたに何をしたっていうのよ。あんたが低学歴で貧乏なのが悪いんでしょ。明美はホテルから出て行くまでずっとわめいていたのだが、明美の両親は黙りなさいと一喝。その言葉にさすがの明美も言い返せなかったようだ。一応警察に見てもらった方がいいかな。ケンジが警察を念のため呼んで現場を見てもらっておいた方がいいと言ったので、私は止めなかった。賠償してくれると約束してくれたものの、本当に払ってくれるのかわからなかったからだ。それから15分ほどして警察が到着し、事情をすべて説明した。私たちは明美を犯罪者にするつもりはない。だが割れた花瓶はかなり高価なものだったので、賠償はしてもらうつもりだ。警察官には示談で済ませるつもりだということを伝え、現場の写真を撮った警察はそのまま帰っていった。本当に示談でいいんですかと何度も聞かれたのだが、明美が捕まるのは酷だと思った。ケンジも同じ意見だったので、そうすることに決めたのだ。明美は婚約者を失い、おそらく明美の両親にも見放されるだろう。そう思うと私の心は満足だった。数日後、明美の両親から賠償したいとホテルに連絡が入った。早々に賠償をしてくれたので、それだけで私とケンジはいいと思っていた。だが明美のその後の人生は想像以上に過酷なようだ。案の定明美は婚約者に愛想を尽かされ、結婚の話は白紙に戻った。そして婚約者からは二度と関わらないでくれと絶縁宣言をされたらしい。もともと明美は紐のような男と結婚していたのだが、お金を散々巻き上げられた挙句捨てられてしまった。それから今回の婚約者とお見合いで知り合い結婚に至ったらしい。婚約者はかなりのお金持ちで、お金目当てで近づいてくる女性が多く困っていた。そんな時に家柄のいい明美と知り合い結婚することになったようだ。ところが明美の本性が明らかになり、結婚は踏みとどまった。婚約者の選択は間違っていないと心の底から思う。明美は家柄もよく頭はいいのだが、性格は最悪だ。心を入れ替えない限り幸せにはなれないと思っている。結婚が破談になったことで、明美の両親は自分たちの顔に泥を塗ったと明美のことをこっぴどく叱ったそうだ。明美は縁を切られたらしく、家から追い出され、今は一人で賃貸アパートを借りて住んでいる。御曹司と結婚するからと
まともに仕事をしていなかった上、親には勘当され頼るあてがなくなった。友人の中に明美のことを心の底から好きだった人はいなかった。明美の性格の悪さを知っているので、周りはいいように使っていただけだったのだ。結婚式を境に友人とは音信不通になったみたい。逆に私は結婚式がきっかけで友人と連絡を取るようになった。それにホテルを利用してくれる人までいる。明美は友人と家族とお金を失った。結局自分のしたことは自分に返ってくるのだと実感した出来事だった。明美のように他人を見下すようなことは絶対にしないと心に誓った。どれだけ成功しようと他人を見下すなんてあってはいけないことだと思う。それから私たちは元の平和な日常に戻った。副支配人というのは想像以上に大変な仕事ではあるのだが、やりがいを感じられる仕事でもある。お客様のありがとう、その一言が何より嬉しい。この仕事をやっていてよかったと思う瞬間なのだ。私たち夫婦には一人息子がいるのだが、そろそろ息子にホテルを引き継ぐ準備を始めようと思っているところだ。定年までには息子が一人でホテルを回していけるよう勉強をさせておかなければいけない。そんなある日、ケンジが私に向かって、中学生の時よりも強くなったね。あんな怒っているところ初めて見たからびっくりしたよ。でもそんなところも好きだよ。私は今までケンジに怒鳴ったことはないし、他人に怒ることは一度もなかった。明美に対して怒っている私を見て、ケンジは頼もしいと思ったみたい。意外な一面を見たと言って、ケンジはなぜか喜んでいる様子だった。これからもそんなケンジと二人でホテルを盛り上げていきたいと思っている。そしてこの仕事につけたおかげで母親に楽させてあげることができるようになった。今まで育ててもらった分、これから恩返しをしていきたい。